俺が2013年のギフトオブスマップっていうコンサートの時に初めてスマップさんの真夏の脱獄者をこう歌われてたんですよ。でその曲を自分が当時19歳の時に見て、この牢獄の中に閉じ込められているこうスマップさんたちがこうなんか自分の心をこう解放すべく、こう灼熱の光の中こうなんか歌い狂う姿がすごくかっこよくて、それぜひソロコンでやらさせてくださいみたいな話をして実現させていただいたんですけど、その時にリンゴさんが見てくれてたんですよね、そのソロコンでやってるっていうのを。だそれを結構今回本音と建前が決まった時に、なんか真夏の脱獄者をケントが歌ってるのをリンゴさんが知ってくれてたみたいよっていうのをディレクターの方から教えていただいて、それはすごく嬉しかったですね。なんかうん、ちょっと新曲の裏話になっちゃったんですけど、どうやって英語の勉強したって、いやちょっと過去形じゃなくてもう現在進行中ですよ、うん、現在進行形やってますやってます、もう日々こう鍛錬しないと忘れますよ本当に。ハニゴにしてって、あの金髪の需要があるんですか、そんな金髪の需要ある、執行家族みんなで見たよ、ありがとうございます。今日疲れてる、ゆっくり休んでね、ティアドロップ汗っていうのがあったんですけど、ありがとうお気遣い。早いんですよ朝、うん、でもちょっとどうしても、うん、インスタライブやりたいなって思うじゃない、どこにそんな勉強する時間あるの、すごいすぎーってね。いやまあそんな器用じゃないですよね。髪の毛どうやってセットしてる、いや自分でやるときは結構もう適当です、金髪してください、そんな需要ある、キンティキンティってあの活字で見た時のな、分かるこのこうちょっとあの露骨さという、セクゾ不足です、ライブに来てくださいね。そういろんななんかね、グリフィス展望台に行ったんですけど、あの現地の方にですね、現地のこう本当に心優しき方にあのグリフィス展望台がいいと思いますみたいないう風にちょっとこう促していただいて、でいざ行ってみて、もう素晴らしいララランドワールドです。でそのね現地のこのコーディネーター兼こうディレクションというか、まあこう現地でお仕事されている方のこうねあのキッズとこう一緒にグリフィスで展望台に行ったんですけど、いやもうなんかいいですよね、あの夜のあの景色、ライアン・ゴスリンですよ気分は。うん、ん？埼玉スーパーアリーナライブやって、いやいいですよね、そういうとこでいろんな場所でなんかライブやりたいなって思いますけどね、なんかいろんな形でいろんな場所で自分の音楽を伝えられる場所もこう作れたらいいなと思いますし、うん、まあ今回はアルバムの中でロストって曲も書いてるので、それをこう今全国でこう SZ というこう船の上で、ね、こうグループの曲も自分の曲も聴いてもらえてること、さまざまな海で聴いてもらえてることは嬉しいことですね。来月大阪公演行きます。今月が
横浜アリーナだよね。来週ぐらいが横アリな気がしますけどね。東京ライブをたくさんしてやりますよ。それ野外ライブね、ちょっと夏はちょっとあれかもしれんけどなあ。ロスト毎朝聞いてからお仕事行ってるよって、酔っ払ってお仕事できますか。はい、今月横割と宮城か。そうだよね、横割が 5days で7公演ぐらいあるんだよね。いやだからなんかやっぱツアー中って楽しいですよね。なんか思う、あのなんていうのかな、こう日々生きていく中で絶対に人間ってこう緩急みたいなのあるじゃないですか。こう人生のこう流れとか体調もそうだし、でもこう起点起点にこうライブがあるとこう生きる活力をくれるというかね。すげえエネルギーを本当は俺らがこうみんなにあげないといけないんだけど、むしろ俺はもらってますよね。なんかすっごいやる気出るというか、わかる。だからこうめちゃくちゃこう美しい人の前でこう筋トレするのと何もない状態で筋トレするのって全然違うみたいな。もう美しい状態、美しい方々が見てる前で筋トレするこのテンションの上がり方って全然テストステロンなしで、ジュニアのドーム見学に来てね。いや行きたいですよね。そう、命社長もね、ケンティ来てよ。猪木社長最近あの前まで中ケンって呼んでくれてたんですけど、僕最近のラインケンティーだな。どうしたのかな、どさくさに紛れて俺も猪木社長が猪木って呼んでみようかな。うちはなんて書こうか。いや好きに決めてくれ。最近はライブの映像見ながら筋トレしてんの。へえストイック。そろそろライブで見つけてほしいよって。見つけてるけど声かけてないだけだよ。最近ライブの見学来ましたか。行ったっけ最近。うちの会社の人のコンサート行ってないかもしれないですね。一番最近行って美少年。そう、あれでしょ、ウッキーがさ、美少年のウッキーがキャンキャンでコメントくれたんだよね。ありがとう、ウッキー。ウッキーとか、粗品くんとか、ナオミネとかね。が、なんかコメントを、誰だ。はい、ちょっと友達か、親友か、ちょっと怪しいんだけど、いや、友達ですよね、とか、親友ですよね、いや、ちょっと怪しい。重岡大輝マンっていうのが、いるんですけど、なんか重岡大輝マンも雑誌のこうコメントを寄せてくれたらしくて、でもちょっと友達なのかな、なんかちょっと怪しいんだけど。岩本ひかるマンは多分今回ないんじゃない。岩本ひかるマンはね、この間そう、LA に行く前に連絡取ってて、ひーちゃんね、彼が誕生日に俺にこうくれたサングラスがあるんですよ。それをLA につけてくねーみたいな感じの自撮りを送りましたね、岩本ひかるマンに。ね、シゲのこと大好き。いやそういうことじゃないんだよね。重岡くんすごく仲いい。いやちょっと重岡大輝マンとは別にそういう仲とは俺は思ってない、別に。あ、スノーマン行ったわ、ごめんなさい。スノーマン行った、ごめんね。今 LA メモリーいたわ。スノーマン行ったわ、行った。それこそひーちゃんがこう俺と重岡大輝マンと3人の極楽町のグループラインがあるんですけど、そこに忙しいと思うけど来てよみたいな、なんか
わかる、なんかこう活字読むだけでもあ、ひーちゃんの声がこう再生される感じね。で、SnowMan のコンサート行って来ましたね。いや、俺ねめちゃくちゃ嬉しかったんですよ、 SnowMan のライブ行って。あの本当に結構その前も外国に行く機会があって、で日本に帰って、だニューヨーク行って、で日本で静岡で公演やってたのかな。でその後に、東京ドームに行かさせてもらって、ちょうどタイミングが空いて、でそれこそあの目黒が健太君瞬間移動できるんですかみたいなこと言ってたんだけどさ、あのちょっとやっぱりね、そう、それこそ俺のさ、あの1テラの携帯あるじゃん、あれを見てこういろんな写真を整理して過去の写真を遡ったんだけど、その時にあのスノーマンと俺のミッション系のリハ映像がこうあったわけで、ミッションとか、あとそれこそサンバースダウンとかこうのこうフリービデオがあったんだけど、それがめちゃくちゃなんていうのかな、本当にエモーショナルで、しかもその後に俺とスノーマンの、その時まだ6人だったんだけど、あの打ち上げで行ったしゃぶしゃぶにこう行った時の動画が出てきて、でそう、なんかね、あのめちゃくちゃ面白い動画で、確かやっぱこう主催が自分だったから、そのコンサートあのもうお支払いしてたんですよ。で6人に対してあのなんかサプライズみたいな感じで、今日なんかいくらだったみたいなことをなんか予想し合うみたいな感じで、じゃ誰が払う誰が払うって言ったんだけど、結局もう俺がもう会計を済ましてたみたいな、で6人のその方がおいみたいな感じのなんか動画が残ってんだよね。でその夜の街にこう7人で繰り出してる動画も残ってて、でみんなこうじゃあみたいな感じでさ、さっくんがこうじゃあみたいな感じで言うわけよ、あのみんなにね、俺らとかに。それはすげえなんかエモーショナルだったな、動画見てて。であれが2017年で、でだから数少ないジャニーズの中の青春を俺はスノーマンと過ごしたっていうのは大きかったですね、うん。でそのスノーマンとソロコンをやった場所がね、俺がソロコンサートを、やらさせてもらった、最初にやらさせてもらった場所が東京ドームシティホールだったんですよ。であのひーちゃんが言ったんだよね、その時にそのミッション系で T シャツ俺が破るっていう演出があって、でスノーマンにも一緒に破ってもらうっていう演出があったんだけど、その東京ドームでなんかの曲でひーちゃんがこう T シャツをブワーって破ったわけよ。でえやってもうてんなーこれって思ったわけ、俺客席から。でもすっごいさ、もうあの人 スーパーマッスルボディじゃん、だからなんかいや、かっこよかったやってたら、いや、ケントみたいな、いや、数年前、俺らは東京ドームシティホールでこう一緒にコンサートやってたけど、今はドームの真ん中に立ってるんだよ、みたいな、それをケントに見せたかったっていう感じで、もう、ほんと俺もその前 T シャツ破りそうになったかもしれない、破ってたのよ。いや、だからすっごい、いや、いいよね。形がある中で、うん、そうそう、ゴッチみたいな感じ、まさに。あ、サックのラジオでバラの撮影してた、 ありがとうございます。いや、疲れてないのよ、朝早いのよ。スーパーマッスルボディね、客席から破るってわけじゃないの、うん。あ、 A ちゃんのドラマね、はい、確かに。
執行栗橋君、座高だけは中島健太だったよ。おい、何言ってんだよ。全部栗橋、栗橋祐介君ね。そう、これからもね、ちょっとやることがあるんですけど。そうね、昔の写真ってニーズあんの？インスタで。あのケンティータイムはフレキシブルにいろんな写真上げてたりしてて、別にそんな制約とかなくて、俺が自由にやって自由に更新し続けてるっていう場所なんですけど、シンデレラ座高って何？どんな感じ？こういう感じ。あ、ありまくりなのね。いやだからさ、青髪良かったよって、ありがとう。あの結構痛むのよ、結構痛むのよ。ラーゲリ6回見てくれたんだ、ありがとうございます。全身、全身見せるよ。ケンティは7割足だから間違いない。福岡のジャニーズいつか来る。ああ、なるほどね、いいですね、機会があれば。この間名古屋に行きましたね。やっぱジャニーショってすごいよね、感動しちゃった。なんかあの一つ一つ写真がさあって、 QR コードがあってさ、であれをこうみんなさ、なんていうの、こうスキャンしてこうやって、で一枚一枚写真をさこうカゴに入れてね、デジタルで。でもなんかアナログじゃないこう出方、素晴らしいなって、こう買い物の仕方が今だなって思いましたね。なんかまさにアシステキって、それ少女時代に言う言葉やん、それ。そうよ、この星は思い通りですよ。二人なら望み通りですよ。未来さえもお見通しですよ。ケント君のスキャンしたトランスフォーマー、ああはい。いや口コソコソじゃないよ、結構今潤ってる方だよ。あ、そうそう、昔は紙に書いてたんだよね、自分で自分のグッズ買ってて恥ずかしいわ。世代ファミ、どんなことするの？いや楽しいことしたいですね、本当に。ライブで出してる足が最高。おい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 、それを言っちゃ出してますけど、めちゃくちゃ。最近ちゃんと会ってるの？いや連絡ですね。彼もこの間 LA に行ってたみたいで。自分たちで買ってない、その時はね、確かひーちゃんと目黒とラウールちゃんのやつだね。なんかスリーショット買った気がします。いやなんかその伊達さんって本当にこの方はもうお話するだけで面白いと思うな。一緒に紅茶飲みて。あー、ダンスチャレンジね。アイドルのダンスチャレンジ、どういうこと？アイドルのダンスチャレンジ、アイドルって何？アイドルじゃないの？アイドルのダンスチャレンジってどういうこと？あ、Spotify 聞いてくれたんだ、ありがとうございます。はい、頑張りましたよ。 English interview、 ヒント君の英語勉強を教えてほしいな。いや、本当か、しぶとくやることです。名古屋の感想すっごく楽しかった。もうめちゃくちゃテンションがみんな高くて良かったです。あ、夜遊びのアイドルってことね。はい、はい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 、なるほどね。あ、素晴らしい。天才的なアイドル様ね。でもアイドルの振り付けってのは何個あんの？一個？なんか複数あるやつあるよね。あの、うん、
だっけ、みたいなやつ、もう何個かあるじゃん、喉乾燥に気をつけてな、ありがとう。ケンティとタテさんもお似合いだよ、いいよね、ちょっとなんか紅茶飲みたいのよ、一緒に星の子見てるよ、もう最高。まあ愛が好きだけど黒川茜もいいよね、あの愛に表現した時のアクアのみたいなちょっと矢神ライト入っちゃってる、あの反応をこうさせた黒川茜にやっぱ一票もたらしたいな。何の紅茶がおすすめ？プリンスオブウェルズぐらいじゃない？プリンスオブウェルズとか結構美味しいと思う。TikTok セクゾド撮ってほしいな。そう思います私も。そう、黒川茜はあの恋愛リアリティショーが終わった後、いやの末期ぐらいから良くなったよね。あ、サックも見てんのね。こんばんは。あ、そうか、はい、おはようございます。ヤバトン食べれなかったんだよね、名古屋。ありがたいな、なんかこんなたくさんの方にこんな時間で見ていただけるなんて。鬼滅も見てますよ。どんなグループ仕事したいですか？なんかやっぱりライブをもっとやりたいですね。僕はなんか本当グループでいる時にこう歌って踊る瞬間っていうのが一番好きなので、その瞬間に勝るものはないかな。あ、今来たの。ようこそ、ようこそです。北海道の油そば、更新はできなかった。4杯ぐらいかな。あ、呪術廻戦も始まったよね。そう、またアニメの青春、いや本当に思います。あの「トランスフォーマー」の時にあのめちゃくちゃなんていうのこうすごい刺激的だったんですよ。超楽しかったというか、ビーストウォーズがね本当に好きだったんで。ちょっと取れなかったと思います。はい、そうね、ライブやってこうやる機会を増やしましょう。寝起きというかこれからあります。ありがとうございます。ビーストウォーズ懐かしいでしょ。あのジャンプのさ、ユーティーもビーストウォーズすごいなんか俺と盛り上がったな、この間話題が。セクズは元気でしょ。この間のソウちゃんの写真すごかったよね。もう全然、いやもうあいつね、マジでマジあいつ、あの東京タワー前のあの顔やばくない？なんでできんのあれ、なんであれができんの彼、マジ尊敬してよ俺。いや本当にもう爆笑だったもんな、あの撮影会いやあのギャップ見せようだよね本当に。ギャップシマ松尾、マジでギャップ島松尾って呼ぶわ俺、ほんとマジギャップ松、ギャップ松だよあいつは、マジあのギャップはやばい。あの東京タワー背景にさ、もうほんととてつもない顔かましたその次の投稿に、えいやあれやばいだろあのギャップ。朝低血圧っぽいですよね俺は。俺のギャップ、お前が見つけろ。
マチモソク NG ありますよ、出しますよ、それは俺が NG 出しますよ。あ、今日黒崎くん見たのでありがとうございます。あ、明日頑張れ、明日頑張れ。あ、たくさんの方にもフォローしていただいて感謝です。明日の MV みたい。そうですよね、確かに。ケント君、ドライアイつられて大丈夫ですか？目薬出してください。あの、今朝活したい LA で、あ、 LA モーニングは確かにおしゃれかもしれないですね。ねえ、ブレアシ君とケント君やっぱすごい、まあね、確かに別人だからね。大森美香さんに本当に感謝ですね。はい、執行のドラマは本当、はい、サイリーが主演で小田さんっていう、こうレジェンドとのこう出会うことができたので、すごくいいドラマに巡り合えたなと思いますし、うん、ちょっとこう自分が参加させていただく作品のこうテーマが この数年で少しこう社会派というか、本当にこう映画的映画、ドラマは、うん、本当社会派のものも増えたので、まあいろいろジャンルとしてはこうなんかやれる役幅が広がってきてよかったなっていうふうに思ってます。今回のハリウッドでもいろんな方とお話をしていて、もちろん真田さんの話とかも出ますし、ケンさんの話とかも、ケン、あの渡辺ケンさんの話も出ますし、それこそあの執行の笠松くんとそういうお話をたくさんするので、あのなんていうんですか、いろんな、うん、こう国外のこうインターナショナルなこう活動もすごく楽しませていただいてますが、でもやっぱりあれですよね、あの日本のドラマも最高ですよね、めちゃくちゃ。もう日本のドラマで育ったらいいですからね、いろんなケンティが見れて楽しい、ありがとうございますね。あ、はいはい、うん、もうアラサー、もうアラサーですよ、そりゃ29ですからね。今日の執行見応えあったよって、先週もあっただろ、堤真一さんとの出し込み、あー、お前の罪を自白しろ、はい、こちらもね、ほんと今絶賛、まあ、取材もやってたりとか、もうプロデューサーのね、あの石塚さんとかもめちゃくちゃこう前衛的にやってくれてるんで、すごくこう感謝してますね。めちゃくちゃ映画おもろい、うん、これはすごい映画に出させてもらったなって、ちょっと鳥肌立ってます。なんか今その話するだけで、あのお祭りはね、もう話をするだけで結構ね、はすげえ映画だったなと思うので、あのぜひぜひ。あ、医者役ね、医者役はあの執行の田村監督とも話したな。田村監督が弁護士でもいいんじゃないって言ってて、弁護士でもいいんじゃない、よろしく頼みやよって言ってたもん。そう、弁護士も医者もいいですよね。いや、映画三昧ですよね。でもまあ俺はもう今ライブツアー中なんで、ライブツアーやっぱ楽しいですね。なんかこうみんなにこうみんなの前でこうやっぱりパフォーマンスできることが一番俺は好き、うん、だからそのパフォーマンスも本当により今よりもっとさらに進化させたい、うん、見せ方も内容もって思いますけどね。日曜ドラマ主演のケンティみたいです。いや、日曜ドラマの主演をさせていただいた場合って、その後の初耳学もこうあるので、そう、僕は林修先生に仮面を出演してくださいって昔から何度も言ってます。若さみたいな役ももう一度、いやー確かにね、いいですよね。それこそ結構悪役ほど嬉しいですよね、うん、あ、ちょっと待っててくださいね。ごめんなさい、そろそろみたいなんで、次の、今日の
活動に行ってきたいと思います。はい、久々に皆さんとこうしてインスタライブを通じて交流することができて嬉しかったです。あ、そうそうそう、あれですよ、マネージャーオブセクシーが、もう終わりだよね。 OK。 はい、ということで、ちょっと呼ばれましたので、皆さん本日はどうもありがとうございました。はい、スクショタイムですね。やりますよ。こんな感じ、こんな感じ。はい、さあということで、この後に更新しようかなって思います。フィード投稿更新すぐしますので、ぜひとも皆さんご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、ということで、まだまだやることがあるので、またついておりますが、合間に皆さんとこうしてお会いすることができてとても嬉しかったです。ありがとうございました、皆さん。じゃあね、インスタライブをご覧の皆さん、じゃあね。本音と建前、お楽しみに。